他の惑星に生命が存在する可能性について考えるとき、私たちは2つの選択肢に直面します。一つは他の太陽系への気の遠くなるような長い旅に出ることで、それには何万年もかかります。宇宙船の中で窮屈に暮らし、2000世代が行き来し、人口を厳しく管理するその状況は簡単とは言えません。ありがたいことにもう一つの選択肢があります。そう、火星です。火星にはその近さをはじめいくつかの利点があります。さらに火星では先進的なチームが基本的なインフラを整えることができ、ここで面白いひねりが。ある研究によってチームは女性だけで構成されるべきことが明らかになったのです。欧州宇宙機関 ESA の宇宙医学チームの科学者たちがサイエンティフィックリポート誌に発表した研究によると、女性宇宙飛行士は宇宙探査においていくつかの優れた利点があるというのです。男性宇宙飛行士に比べて女性宇宙飛行士はミッション中の水分補給、エネルギー消費、酸素消費、二酸化炭素生成、代謝熱に必要な水分が少ないことを発見したのです。では数字の話をしましょう。研究によると1080日間のミッションの間、4人の女性クルーがいれば必要な食料重量は約1695キロ減り、計算すると1億5800万ドル以上の節約になり、食品包装のためのスペースも節約できます。言い換えれば NASA の月軌道宇宙ステーションのゲートウェイ・ヘイローモジュールの移住可能容積の 4% を開放するようなものです。微小重力の中で過ごすと宇宙飛行士の体は大混乱に陥ります。筋肉は縮み、骨は弱くなり、全体的な身体能力は低下しますが、そこで登場するのが対策エクササイズ。無重力の影響に対抗するために考案された運動なのですが、興味深いのが女性宇宙飛行士は運動中の発汗による水分損失が 29% 少なかったという報告です。ということは水分補給も少なくて済むということ。資源の節約だけでなく作業スペースの面でも利点があります。 ISS のように複数の宇宙飛行士が狭い場所に詰め込まれる場合、少人数のクルーがいれば便利なのですが、狭いスペースで肩を並べたり背中合わせになったりして働く宇宙飛行士を想像してみてください。少人数のクルーがいれば NASA が提案しているゲートウェイ宇宙船でさえその狭いスペースでスムーズに機能することができると考えられます。というわけでこの研究結果によれば、将来の宇宙探査ミッションにおいてクルーが全員女性であることには運用上の利点があるようなんです。女性クルーによるミッションということで、ここで宇宙で活躍する女性たちの宇宙の旅を紹介しましょう。今こそ画期的な業績、勇気ある探検家、そして発見でいっぱいの銀河系を冒険する時です。2023年3月、最後のフロンティアに進出した素晴らしい女性たちの数は72人に達しました。これらの宇宙旅行者たちは歴史に足跡を残し、国際宇宙ステーションやその先に大きな貢献をしました。彼女たちは ISS に長期滞在したり、短期間のミッションに参加したり、スペースシャトルの組み立てフライトに参加したりしたんです。星々にその名を刻んだ様々な国の素晴らしい女性たちは称賛に値します。しかし彼女たちの道を切り開いたインスピレーションあふれる先駆者たちのことも覚えておきたいところ。地上の女性たちもまた宇宙探査において重要な役割を果たしてきました。センター長、マネージャー、フライトディレクターとして、また宇宙に関する知識の探求を推進するために数えきれないほどの役割を担ってきたんです。宇宙における女性の時代は1963年6月16日の3日間のミッションで幕を開けました。それから約20年後の1978年1月、 NASA はスペースシャトル計画に6人の女性を含む35人の宇宙飛行士を新たに選んだと発表。女性宇宙飛行士の数はまだ少ないものの、指数関数的には増えているんです。さらに数年後の1983年6月18日に時を移せば、宇宙飛行士のサリー・ライドはアメリカ人女性として初めて宇宙へ飛び出し、記録的な快挙を成し遂げました。彼女はスペースシャトルチャレンジャーに7日間搭乗。1984年7月25日、
女性宇宙飛行士が宇宙ステーションへの2度目の飛行中に宇宙船の外へ出て女性初の宇宙遊泳に参加したのです。さらに同年10月11日キャサリン・サリバンは STS-41G ミッションでスペースシャトルチャレンジャーからアメリカ人女性初の宇宙遊泳を成功させ自らの足跡を残しました。彼女たちに限界の言葉は当てはまりません。イギリス出身者として初めて宇宙へ飛び立ったヘレン・シャーマンにも注目しましょう。シャルマンは当時まだ27歳で1万3000人の候補者の中から選ばれた一人。民間資金によるジュノーミッション中の1991年5月、彼女は魅惑的な生命科学実験を行い宇宙からイギリスの小学生と会話を楽しみました。次はロベルタ・ボンダー博士。1992年1月、ディスカバリー号は宇宙へと飛び立ちました。この宇宙船にはカナダ人女性として初めて大気圏外に飛び出したボンダー博士が搭乗していました。彼女はただの宇宙飛行士ではなく神経学者でもあり、8日間のミッションの間彼女は40以上の気の遠くなるような実験で私たちを魅了しました。そして次の素晴らしい人物、メイ・ジェミソン博士、真のパイオニアを紹介しましょう。1992年9月、彼女はアメリカ初の黒人女性宇宙飛行士として歴史に名を刻みました。エンデバーの STS-47 スペースラブ J ミッションで宇宙を飛び回る姿を想像してみてください。ジェミソン博士は生命科学と材料科学における異形の念を抱かせる実験を行う使命を帯びていました。次はマルチタスクのスーパースターエレン・オチョア。1990年に NASA の宇宙飛行士に選ばれたオチョアはヒスパニック系女性初の宇宙飛行士。スペースシャトルディスカバリーの STS-56 ミッションに搭乗し、彼女は科学的な才能だけでなく音楽の才能でも私たちを魅了しました。そう、オチョアはフルートを持参し空き時間に星々にセレナーデを奏でたのです。彼女はまさにアストロミュージシャンの体現者といえますね。そしてアイリーン・コリンズについても言及しましょう。彼女はアメリカの宇宙飛行士で宇宙開発に多大な貢献をした一人で、彼女は飛行教官とテストパイロットとしてキャリアをスタートさせ、女性初のスペースシャトルパイロットとなっただけでなく自らスペースシャトルのミッションを指揮した先駆者でもあります。2006年に NASA を退職したものの、彼女のリーダーシップと功績は後世の女性宇宙飛行士たちに道を開きました。サウジアラビア初の女性宇宙飛行士を異形の念を抱かせる国際宇宙ステーションに送り込みました。サウジアラビアの宇宙飛行士ラヤナ・バルナウイは同じ宇宙探検家のアリ・アルカルニとともに AX2 クルーの一員としてこの素晴らしい旅に出発するので二重のお祝いと言えるのです。国にとっての成功であると同時に宇宙観光に貢献した民間ミッションであるため宇宙産業にとっても大成功と言えます。宇宙産業には様々なタイプがあります。まずは軌道宇宙旅行、宇宙旅行の超豪華パッケージと考えるといいでしょう。天空のアクロバットのようにループや旋回を繰り返しながらこの美しい惑星を飛び回ることになります。次のメニューはサブオービタル宇宙旅行。心臓がドキドキし漫画のキャラクターのように目が飛び出し宇宙の果てに到達します。さらに月宇宙旅行もありますが、あなたはどちらを選びますか？もう一人の記録更新者はペギー・ウィットソン。彼女は377日近く宇宙に滞在しました。宇宙遊泳についてですが、ウィットソンは40時間の宇宙遊泳時間を誇り宇宙遊泳記録保持者のトップ30に入ります。しかし彼女の同僚サニタ・ウィリアムズは50時間以上の宇宙遊泳を成し遂げました。ウィリアムズは真の宇宙遊泳チャンピオンで世界中の宇宙旅行者のトップ10にランクインし NASA の宇宙飛行士のトップ5に入っています。ウィリアムズは宇宙でマラソンをしたのはご存知ですか？そう、その通り。彼女は宇宙ステーションのトレッドミルに飛び乗り2007年のボストンマラソンを制覇したのです。ウィリアムズは記録を更新し宇宙探査をさらに世界的なものにしている人物から目が離せません。宇宙で活躍する女性たちの宇宙をめぐる魅惑の旅、障害を打ち砕き画期的な実験を行った驚くべき宇宙飛行士たち、
他にも注目したい人物がいたらコメント欄で教えてくださいね。